はい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。はい、こんばんはというかちゃうな多分おはようございますの時間帯でしょうか。いつも深夜の投稿なので、はい、多分午前中にねこの動画出せてると思うんですけども、はい、こんにちは。はい、今回の動画は9月の4日から、発表されましたセレクトボックス、まさかのセレボでしたね。はい、ピックアップやと思ってました。はい、今回の、セレクトボックスの内容と、まあ、おすすめの積む、引くべきかどうかをお話してきたらなと思っております。はい、この中でのおすすめの積むは、もうダントツで雪の女王エルサーですね。まあ、雪エルは、低スキルでも稼げるっていうところがポイントなんですけども、時間効率がやっぱり優秀やと思います。はい、ただ扱いがちょっと難しいというかコツがいるので、はい、まあ、そのあたりもね、ちょっと解説できる動画を、特に初心者さん向けで、はい、ちょっと、一本動画上げたいと思っております。はい、あと期間限定のツムで言いますと、フィスティバルミニが初復活ですね。はい。ただこのツムは、コインのマイナス補正がエグいってイメージがあると思うんですけど、扱いはまず難しい。めちゃくちゃ難しいので、はい、ちょっと初心者さん向けではないのかなっていう風な気はします。はい。あと、シャイニングラプンツェルも優秀なんですけども、やっぱ低スキルではなかなか難しいっていうところもあるので、まあ、初心者さん向けで言うと、雪の女王エルサっていうところかな。はい。あと、常駐積むの中では、アーシャーが、今回復活というか、はい、常駐積むなんですけど、入ってます。アーシャと、あと、私個人的に大好きなウェンディ。はい、この2体かな。はい、がコイン稼ぎはめちゃくちゃ優秀だと思います。はい。まあ、そんな感じですかね。今回のラインナップに関しては。はい。で、今回引くべきかどうかなんですけども、今回は、雪エルは、ゲットしてもいいかなって思ってます。はい、もし持ってない方ね。はい、スキル3ぐらいまで育てられたら、コイン稼ぎで使えると思いますので、はい、個人的には、まあ、母体確保だけでもいいかなっていうふうには気がします。はい、なんせね、今回の9月の、第1弾の新積むが、扱いがめちゃくちゃ難しい3体なので、あんまり初心者さん向けの積むではないと思うんです。はい、まあ、今回のラインナップに関しても雪エルもね、正直ね、初心者さん向けではないツムではあるんですけど、扱いが難しいので、はい、ただちょっとしたコツをつかめると、コイン稼ぎしやすいツムではあるので、はい、なので今後のために一体取っておくっていうのは全然ありやと思います。はい。皆様のご意見はいかがでしょうか？もうそんな感じかな。はい。新積むの第2弾がね、今回ちょっと私個人的には期待しているので、はい。まあ、そのために、コインを取っておくっていうのもありだと思いますし、はい。皆さんのご意見はいかがでしょうか？もしよろしければコメント欄とかにね、はい、書いていただければ、嬉しいなと思っております。はい。というわけでございまして、はい。9月の4日スタートのセレクトボックスの中身に関して、はい。おすすめの積むと引くべきかどうかのお話でございました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければ応援のチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、今回雪の女王エルサーの復活ということで、はい、これはね個人的にはめちゃくちゃ嬉しいです。スキル5なんですけど、まあ、6にはちょっとすることはできないと思うんですけれども、コイン稼ぎちょっと頑張りたいなと思っております。はい、皆様のご意見はいかがでしょうか。はい、というわけでございまして、今日誕生日の人おめでとう、小畑ぐるみでした。